お疲れ様です。パーソナリティのリコです。今回は海外で話題になっている日本の学校給食について、どのような点が外国人から驚かれているのかをご紹介していきます。インターネット上で日本の学校給食を絶賛する内容の動画が投稿されていました。日本の子供たちは学校で給食を食べることがごく当たり前のことですが、海外で日本ほど給食が一般的な国はありません。では、日本の学校給食のどのような点が海外と違い優れていると言われているのでしょうか。動画の投稿をもとに詳しくご紹介していきます。1. 家庭的で健康面を考えられたメニュー。日本の学校給食は毎日献立が違い、炭水化物にタンパク質、野菜やフルーツなどあらゆる栄養源をバランスよく摂ることができます。また主食がパンでもご飯でも麺でもどんな時にも必ずついてくる牛乳。子供の頃いやいや飲んでいたという人も少なくないのではないでしょうか。しかしこれも成長期の子供に必要なカルシウムを十分に摂取するため。もちろんこれらは偶然ではなく、栄養士という栄養に関するプロが子供たちの健康をしっかりと考えた上でメニューを決めているのです。日本の子供たちはこうして幼い頃から健康的な食事をすることで丈夫な体を作り、栄養バランスの整った食事の大切さを感じて生きていきます。一方で欧米の給食は栄養に関してあまり重要視されていません。これは日本と欧米の食文化の違いもありますが、全く正反対と言っていいほど異なっているのです。例えばアメリカではフライドポテト、フライドチキン、牛乳などが一般的な給食のメニューです。どれも美味しく子供たちが喜ぶものですが、脂質が多く野菜をほとんど摂れていないので体に悪いのは一目瞭然。日本のように栄養バランスが考えられていないのがわかりますね。ただアメリカは極端な例で、もっと栄養バランスが整えられている国ももちろんあります。しかしほとんどメニューは一定で、日本のように毎日日替わりで全く違うメニューが用意されている国は少ないそうですよ。2. 学校給食の一般化が進み差別対象にならない。日本では全国の 90% 以上の学校で給食が実施されており、特別な事情がない限りは基本的に選択制でなく、全員が給食を食べることが徹底されています。みんなが同じものを食べることによって差別の対象になることを予防していると海外では評判です。給食を食べることが当たり前の日本人にとっては、給食で差別ってどういうこと？と思うところですが、実は給食を全員が食べる国は多くありません。子供たちの昼食は基本的にはカフェテリア、日本でいう学食のようなもので、高校や大学にはありますが、小学校や中学校にあることはほとんどないですよね。子供たちが好きなメニューを選んで食べるのですが、これには一回一回お金が発生します。そのため出費がかさむので、経済的に余裕がない家庭では食べさせることが難しくなってしまうのです。海外ではこのように裕福でない子供たちのために無料で用意されているのが給食。富裕層と貧困層で食べるものが違うのは子供たちもわかるので、貧乏人と差別されることにつながってしまいます。子供たちの気持ちになってみるととてもかわいそうですよね。
日本では基本的に全員が同じものを食べるので、このような差別から守ることもできると海外から絶賛されているのです。3、自分たちで配膳をする。日本の子供たちは給食当番が決まっており、順番に自分たちで配膳をします。海外ではまだ何もできない年齢と考えられる小学校1年生の子供でも高学年と同じように配膳を担当。また給食当番ではない子供たちも自分でお皿を持って配膳の列に並ぶなど、ただ待っているだけということはありません。こうすることで幼い頃から友達と協力することや、自分のものは自分で用意するという習慣を身につけさせることができるのです。一方、海外ではカフェテリアやお弁当の持参が主流のため、給食当番はなく、先生や係の人が食事を運んできてくれるので、まるでレストランのようにやってもらって当たり前という姿勢が自然と身についてしまいます。これでは子どもたちの独立性や協調性を育むことは難しいでしょう。幼少期の習慣や教育が子どもの将来を大きく左右しますが、日本と海外の子どもにはこれだけの違いがあるので、国民性が大きく異なることもうなずけます。よく日本人は真面目で勤勉、仕事熱心などと言われますが、このように幼い年齢の頃から役割分担をして活動することで、人に頼らず働くことが染みついているのかもしれませんね。幼い頃から働いているというと響きが良くないようで、海外からは子供を働かせるなんて児童虐待ではないのかという声が上がることも。しかし、自分のものを自分で用意することは当然であり、むしろ大人になってからその現実を突きつけられて戸惑う思いをする方が子供を困らせてしまうでしょう。実際、学校給食で育った私たち日本人には、当時のことを思い出して働かされて辛かったと思う人は少ないはずです。当時の給食や給食当番でしか味わうことのできない経験や思い出がたくさんあると思います。カフェテリアやお弁当なら大人になってからでも味わえるので、そう思うととても貴重な体験です。これからどんな便利な世界になっても、日本の学校給食は変わらずあり続けてほしい文化の一つではないでしょうか。では、海外から寄せられた日本の学校給食に対する実際の声をいくつかご紹介していきます。日本の給食は単なる給食じゃなくて、美しい生き方を学ぶ場なんだな。それから健康的に暮らすことも同時に学んでいる。この前、フランスの学校とアメリカの学校の給食の差に驚いたことがあったんだけど、今こうして日本の給食がどんなものかを知って、私たちは子供たちにひどいことをしていると思うようになった。日本の給食は量も適切なんだよ。だから食べ過ぎることがないし、自然と肥満体型になってしまう子も少ない。日本はほぼ単一民族だから、給食が家の料理と変わらないのでは。どんな料理を出しても問題が生じないわけだから。アメリカは多文化だからそうはいかないし、昼食の時間が30分しかないのも大きいと思う。すごく感銘を受けた。子供たちが給食の配膳と後片付けをするのがすごくいい。完璧としか言いようがない。2年間日本で暮らしていたけど、まさに紹介されている通りだった。教育に関して日本に勝てる国はきっとないよ。外国人の実際の声を見ても、日本の学校給食を絶賛している声が多かったですね。当たり前だと思って食べていた給食や、面倒くさいなぁなんて思っていた給食当番が、
こんなにも意味のあることで外国人から羨ましがられるものだなんて子供の頃は知らなかったですよね。そう考えると私たち日本人はとても恵まれた環境で育ってきたのかもしれません。いかがでしたか？日本の学校給食が日本人の食事に関する健康意識を高めていると言われていることもあり、日本が世界一の長寿国である理由は給食にあるとも言われています。もちろんそれが全てではありませんが、幼い頃から健康的な食事をとることの大切さは確実に大切なことでしょう。たまにジャンキーなものが食べたくなることはありますが、それはたまの楽しみとしながら、子供時代の給食を思い出し、健康的に人生を送っていけるといいですね。最後までご視聴いただきありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。グッドボタンとチャンネル登録もお忘れなく。